2月27日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。春です。今日の東京は日差しがいっぱいで、もうほとんど春です。今日私、隅田川の横を通ってきましたら、隅田川はちょうど通ってる時に、隅田川の上にですね、勝どき橋っていうのがあるんですが、はい、勝どき橋の上をポコポコ歩いていたら、足元に遊覧船が、冬の間ね、誰も客が乗ってなくてこれは商売にならないんだろうなと思っていたら、今日橋の下を通る遊覧船を見ていたら、遊覧船の上に展望デッキみたいに立って、こう周りが見られるような設備があるんですが、はいはい、そこに数十人の観光客の方が、そうですか、あら、隅田川の遊覧船のデッキに人が数十人も、でなんか日差しを受けながらですね、周りをこう見てらっしゃるのを見て、ああ春だな、季節がね、先週猛烈寒い日に風が吹いて、はいはいはい、花粉症が発症して、あれはもしかしてそろそろ春じゃねえと思ったんですが、はい、今週あたりすっかり、特に今日あたりすっかり春です ね、 変わってきましたよね、気温。昨日私、千葉県のキャンプ場に行ったんですけども、はいはい、千葉のキャンプ場を賑わってました。あ、そうですか。この寒いのにキャンプ行く人いるんだね、あの中にはそれが何よりも驚いたんですが、そこに道の駅っていうのがありましてね、はい、道の駅で大量の野菜を買ってきて、で大量の野菜を買ってきたもんだから、昨日の晩ご飯は、まあ、基本的に野菜中心に献立を立ててですね、食べながらふっと思ったんですね、はい、なんかふっと疑問に思うことないですか。時々ね、もう私ね、千葉県の例のアクアラインってやつですか、はいはいはい、途中に海ほたるって言って、はいはいね、展望デッキみたいなやつありますよね、うん、展望デッキみたいなところからそのまま向こうへずーんと抜けると、あの辺はなんつうんですか、千葉県の木更津ですね、うん、木更津のあたりの道の駅に入ってですね、はい、まあ、地元の農産品がたくさん出てたんで、まあ、とにかくもうせっかくここまで来たんだから、高い金出してね、来たわけで、はい、そしたら、まあ、高い金出してきたからといって買い物して帰ったら二重に損だという話もあるんですが、まあそうです、不思議なもんですね、あれやっぱり。なんかね、人間ってね、そういうとこでね、そんなに安いかって言われるはい、はい、よく考えてみたらそんなに安くもないんだけど、はい、まあなんか勢いで大量の野菜を買い込んでお家に帰って、中に菜の花というのがありましてね、美味しいですよね、いいですね、菜の花。菜の花、疑問に思ったことないですか。私昨日菜の花を茹でて食うかどうしようかなってこうやって悩みながらですね、しばらくこう眺めていて、はい、どうして菜の花を菜の花と言うんだろうと、菜の花を菜の花と言うんだろう、菜の花、菜の花、そう思ったことないですか。僕昨日ね、突然疑問に思ったんですよ。菜の花、で菜の花といえば、この番組でも前にお話ししたことがありますが、この時期、これから春の時期にですね、はい、日本中の川の土手にですね、黄色い花が咲き乱れるわけですよ。この黄色い花は、菜の花、まあ店で売ってる菜の花にそっくりなんだけども、植物学上の分類で言うと、ほとんど一緒なんだけども、ちょっと違う。はい、ちょっと違う。で、食べられないのかというと、河川敷の菜の花。大体河川敷の菜の花っていうのは、はい、正式には西洋カラシナみたいな、名前がついてるらしくて、普通の菜の花よりもちょっとからしなっていうぐらいだから、ピリッと辛かったりなんかするんだけど、でもやっぱり茹でたら普通に食べられるんですよ。でも私はもう春になるとね、近所の土手に行って、他の人がいないのを見計らってですね別にいる時に取ったっていいんだけども、なんかまあうちの敷地でもないし、公共の場で菜の花、いえ土手に咲いてるやつを取ってきて怒る人はいないと思いますけど、だけどまあまあ人がいないのを確かめて、それでまた散歩の犬がその辺でなんかしてないような場所を選んでですねそれ難しいですね、はい、切り取って帰ってきて、お家で茹でて食べるというのが毎年の春の楽しみだったりなんかして、お店で買う菜の花よりもちょっと、そういえば確かに西洋からしなっていうのが正しい名前らしくて、ちょっとぐらい辛いかな、でもまあ普通におひたしにしたら食べられるような、美味しいよなこれとか思いながら、菜の花、まあ菜の花、厳密に言うと西洋からしなを食べていたわけでございます。で今回は千葉県の木更津の道の駅で本当の栽培されてる菜の花というやつがもう出てましたから、大量に、
結構これがお安かったんで、うん、なかなかね、菜の花ってやっぱり近所のスーパーなんかでは見なかったりするんですが、まあ、せっかくここまで来たから買って帰ろうと思って菜の花買って帰って茹でながらですよ、どうして菜の花って言うんだろうと疑問に思ったんです。素朴な疑問ですね。調べてみて、ああそうだったかと、はい、びっくりしました。何でしょう。例えば白菜ありますね、はい、白菜あれ、あの取り入れずに放置したらどうなるか、これも全く同じことを聞いたんですよ、昨日ある人に。ね、はい、知ってる、あの白菜ってさ、取り入れずに置いといたらどうなるか知ってるって言ったら、そいつはですね、うん、腐るって言って、いや、あのさ、いや、そんなこと聞いてるんじゃないんだし、俺は。それは腐るかもしんないけど、はいはい、その腐る前に、どうなるかと、どうなるかと言ったら、はいはい、あの後ですね、ピューと縦に成長してですよ、あの黄色い花が咲くんです。え、白菜、まさに菜の花なんです。菜の花なんです。え、白菜を放っておくと、はい、基本的に白菜もそうだしキャベツもそうだし、うん、みんなあの油中っていう植物学上の分類なんです。で、油中なんで、うん、基本ああやって、まあ、あの玉になるやつもあれば玉にならないレタスなんかも、レタスなんかでも玉になるやつとならないやつとかいろいろあるじゃないですか。基本的にあの油中の植物というやつは、そのうちピューっと軸が伸びて、その上に黄色い花がペペペペと咲いて、その咲いた後にできる実を取ると、これが菜種油ですよ。ね、菜種油。だからもともと菜の花なんですよ。菜の花、菜の花なんですよ。だから、あの河川敷に生えてる菜の花、生えてるやつを見ると、まあ、元がナッパだという感覚はもうほとんどないですけども、でもネーミングの妙というやつでですね、あ、もともとはナッパそのまま置いとくと、春になるとピューっと茎が伸びていって、その上にあの黄色い花がペペペペッと咲くんで、まさに菜の花だから菜の花というんだということに、ナッパの花だから、昨日晩ご飯の料理をしながら気がついてですね、ああで、あの一方白菜もありましたんで、はい、この白菜はこんなとこで取り入れずにそのまんま畑に放置するや、そのうち黄色い花が咲いて菜の花になったんだろうなと。なるほど。で、菜の花には2系統あって、うん、白い花が咲くやつと黄色い花が咲くやつと、はい、どうやらあるらしいと、いうようなことをですね、昨日まあ木更津にキャンプに行って帰ってきて、道の駅で野菜を大量に仕込んで帰ってきてお家に帰って料理しながら、なぜ菜の花は菜の花なのかということをしげしげ考えていて、今便利ですね。ネットでその疑問に思ったらすぐ調べられますから。これは昔だったら大変ですよ。で、料理しながらこう疑問に思いますよね。料理しながら疑問に思ったって、家にあの書物その他がないと、まあ、百科事典調べて出てきたかどうか分かりませんけれども、悶々とした気持ちを抱えてね、出てこないかもしれないじゃないですか。はいはいはい、で、翌日図書館かなんかに行って、あるいは本屋さんに行って立ち読みしながら、立ち読みはいけませんよ、皆さん。まあ、あの図書館かなんか行って、いろいろこう調べてですね、菜の花は菜っぱの葉の意味で菜の花なんだ、みたいなことに気がつくのに2日ぐらいかかりますよね。で、2日ぐらいかかってでも分かりゃいいけれども、だいたい翌日になるとこういうことは忘れますから、はい、今回はその場で検索をして、なるほどね、まあ、よかったですね、昨日この年になってまた一つ賢くなったなと、まだまだ人間いくつになっても進化だなと、こう、そんなことを考えながら、いいじゃないですか、はい、どうでしょうか。それで言うとですね、今日本番前に皆さんに教えてあげたことがあるんですよ。なんかあの今日は月曜日なんで、いつもより5分延長だと、はい、でいつもより5分延長なんで、構成作家の安倍ちゃんはですね、一番最後のエンディングの時間が長くなるときに困るだろうということで、今週の予定みたいなものを、まあ、まとめて書いてくれてるわけですよ。 その今週の予定の中に、どうやらあのマイナンバーで2万円くれるというキャンペーンが明日で終わるらしいと、そう、で今日あたりになんか結構増山さんが申し込もうとしたら、受付殺到してて大変だったっていう話があって、昨日の時点で結構大変でした。おいで、隣で、まだ申し込みを済ましていない岸田ディレクターがですね、どうやんのどうやんのみたいなことを、今更聞くかそれと、私もぼーっと聞いていたらですね、はい、簡単なのよ、あのね、写真なんてね、あのスマホで自撮りすりゃいいのよ、ただ背景がね、そうそうそう、白くないといけないから背景だけ気にしながら自撮りすりゃいいのよって言ってるのを聞いて、え、それでいいのかと私は思ったんですよ。はい、というのは最近私ですね、発見したんです。これまた菜の花に次ぐぐらいの大発見なんですが、はいはい、スマホで自撮りをしてるときに、はい、ふっと見たら背景にカレンダーが映ってたんです。うん、で背景のカレンダーを見たら、
文字が逆さになってんですよ。逆さ文字なんです。いわゆる鏡文字なんですよ。そうですね。ということは、スマホの自撮りの画面に映ってるのは、本当の自分ではなくて、鏡の自分。で、基本、写真撮った自分の顔と鏡で見る自分の顔って、違和感あることありますよね。というのはなんでかというと、みんなが見てる顔は普通の顔なんだけど、自分で鏡を見てる顔は左右反転してる顔なんで、人間の顔だって完璧に左右対称の人なんかほとんどいませんから、右左で微妙に、私は右目がパッチリだけど左目はちょっと細いかなみたいな、ほら、そういうのあるじゃないですか。うるせえな。ものの例えだよ。そういうことがありますよね。で、右手左手そんなに完全な対称じゃありませんから、だから鏡で見て自分と写真で撮った自分、写真で撮った自分というのは人が見てる自分と同じですから、はい、ね、だから微妙に違和感あるよなっていうのは、実はその写真の方が正しいんだけども、はい、鏡で見てる自分というのはいわゆる他の人が見てる自分ではないわけですよ。そういうことなんですよね。ところがスマホの自撮りっていうのは、でそれから気がついてですね、試しにスマホで自撮りしながら、はい、右手を上げてみたら、スマホの中の自分は左手を上げるわけですよ。そうですよ。あれ？これって要するに鏡じゃんっていう、多分そういう機能なんでしょうね。そうそうそう、自撮りっていうのは鏡代わりに使うために、まあ、自分を撮る、はい、だけどあれ鏡になってますから文字は反転するし、だからイラスト入りの T シャツとかですね、文字入りの T シャツかなんか着て自撮りすると、うん、文字が左右反転して鏡文字になっちゃうわけですよ、はいはいはい、ということで言うと、うん、マイナンバー自撮りでもスマホの自撮りでもいいですよということは、はい、スマホこれね昔ですね裏焼きっていうのがありまして、それ何かって私写真部だったからよく知ってるんですけど、写真をこうプリントするときにネガからプリントするときにですね、左右をひっくり返してネガを逆にセットすると鏡文字になっちゃって、プリントをよく見るとあれこのプリント写ってるのちょっと違和感あるなと思ったら、あれ左右反転してんじゃんっていうことが昔たまにあったんですが、基本スマホの自撮りというのは全部左右反転して写るわけですよ。そういうことですよね。ということはマイナンバーで自分の顔写真はスマホでの自撮りでもいいですよということは、それ反転してんのでいいってことか。そうすると胸にこうイラストなんか書いてあるやつはイラストも全部反転しちゃうけど、それ OK で受け付けてくれるのか。まあ余計なこと言ってですね、余計なこと言ってね、私のがね、余計なこと言って行政の手間を増やすことないんだけど、そうですよ、ちょっと明らかないわゆるその裏焼き状態の写真で OK ですよと、まあ宣言してんのに等しいわけで、確かに言われてみてびっくりですよ。でそれそこまで考えてからふっと思ったんだけど、あれだけどさ、自撮りするときに左右反転は嫌だなと、鏡じゃなくて普通に写真、だからスマ同じスマホでも自撮りする時の自分と人にカメラを渡してそのスマホで撮ってもらう時とは違うということですよ。そういうことですよ ね。そうすると、まあ、自分で自撮りする時も他人に撮ってもらうような左右反転していないものが撮りたいといった時に設定できるんじゃないのかと。スマホの自撮り画面を左右反転で鏡文字、鏡状態じゃなくて、鏡の中で、だからスマホの自撮りにして右手を上げたら、写真、カメラの中の自分は左手上げるんだけども、そうじゃなくてちゃんと右手上げるような設定がスマホで絶対できるはずだと。そこまで考えたんです。はいはいはい。本番今日直前に。はいはいはい。話はここで終わりで、そこから先調べてないんです。多分オンエア中に、皆さんが教えてくれるだろうと。どなたかがね、お詳しい方がね。皆さんの協力で成り立っております。本当に頼りにしております。はい、先進んでください。はい。なんかちょっともやもやしたものが残ったままなんですが。もやもやは今日の2時間の間に解決するだろうと思います。解決するといいと思います。スマホに、はい、要するに左右反転しない自撮りが撮れる装置が、機能がついているかどうかという。はい。わかる方は教えてください。では、株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価反落しました。先週の金曜日と比べると29円52銭安い 27,423 円96銭でした。アメリカ利上げ局面の長期化観測を背景にしたアメリカ株式相場の下落が重荷となりました。また為替相場は現在1ドル136円30銭付近で取引されています。さあ、ズームそこまで言うか。この後はお知らせを挟んでズームフラッシュ、週末から今日にかけてのニュースをチェックします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、4時台は
後継者なんでしょうか。北朝鮮の金正恩総書記が娘を相次いで登場させる狙いは何なのか。こちらを北朝鮮情勢に詳しい龍谷大学教授の李相哲さんにお話を伺います。5時台は Z 世代のおよそ半数が将来子供は欲しくないと回答しているという、ちょっとね驚きの調査結果にズームしてまいります。ラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしております。ニュースに関する疑問、辛坊さんへのツッコミ、それから先ほどのね謎がわかる方、メールの宛先は zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今日もエンディングでお送りするズームオンミュージックリクエスト、お題は河川敷の菜の花を食べた時に聞きたい曲。河川敷の菜の花を食べた時に聞きたい曲ですね。買ったやつじゃなくてね。ちなみにそうですね、NHK アクセント辞典的には河川敷っていうんですね、はい、あれそうですね、敷河川敷っていうと怒られちゃうんですよ。私、ね、アナウンサーになって驚いたことはいくつかありますけども、はい、河川敷、しんぼくん違う、それはね NHK アナウンスアクセント辞典上は河川敷だからそうなんです。え、河川敷なんですか、うん、河川敷じゃないんですか、河川敷って言われていいじゃねえか、別にか土瓶式だろうが河川敷だろうが、まあまあ、そういうこともあるんでね、それはちょっと習って、はい、河川敷ですけれども、はい、河川敷、はい、の菜の花を食べた時に聞きたい曲ですね。選曲の理由も添えて zoom@1242.com まで送ってください。お待ちしております。日本放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。ウクライナは24日ロシアによる侵攻開始から1年を迎えました。ゼレンスキー大統領は悪はまだ存在している、私たちは必ず勝つと述べ、ロシアに占領されたすべての領土の奪還を誓いました。沖縄返還時の密約をスクープし国家公務員法違反の罪で有罪となった元毎日新聞記者の西山太吉さんが24日心不全のため亡くなりました。91歳でした。共産党の志位和夫委員長が昨日テレビ番組に出演し、党首公選制の導入を改めて否定しました。直接選挙で選ぶと党首に権限が集中する、必ずしも民主的だと思っていないなどと理由を説明しています。北朝鮮による拉致被害者家族会と支援団体救う会が昨日今後の運動方針を取りまとめ、すべての拉致被害者の即時一括帰国などの従来の訴えに加え、帰国が実現するなら日本政府が北朝鮮に人道支援することに反対しないと表明しました。自民党は昨日党大会を開きました。岸田総理大臣は4月の統一地方選挙に向けた結束のほか、早期の憲法改正や安定的な皇位継承の確保への意欲などを示しました。外国の船会社によるクルーズ船の日本来航がコロナ禍前の2019年の水準に迫る見通しであることが昨日分かりました。厚生労働省は今日40歳から64歳の人が負担する介護保険料の推計が2023年度では平均で1人当たり月6216円になると発表しました。制度を開始した2000年度の月2075円と比べ3倍近くになっています。はい、ニュースの項目順でいうと、先週末金曜日ですね、23日の木曜日にこの番組でも休日だったということもありまして、はい、特別番組でね、ロシアのウクライナ侵攻から1年という番組をお届けしたんですが、その翌日の先週の金曜日、ウクライナに対するロシアの侵略から1年と、いうことで、先週発売かな、週刊新潮に、ロシアのアネクドート、アネクドートって知ってます？
まあ、政治的小話みたいなもんですね。で、旧ソ連時代から、はい、まあ、元々ロシアの文化の中にあるらしいですけども、特に旧ソ連時代なんて共産主義の体制に批判的なことを表立って言うとですね、粛清って言って、まあ、殺されちゃいますから、政権批判なんかできないわけですよ。ところがやっぱりユーモアの伝統みたいなものがやっぱりあってですね、政治小話の伝統っていうのがあって、ロシア人割とそういう小話が好きなんですね。で、旧ソ連時代も、まあ、小話ぐらいだったら、そんな目くじら立てない。これがおそらくね、北朝鮮や中国だったらやっぱりね、政治的な粛清の対象、つまり殺されちゃう可能性もありますけど、旧ソ連時代、まあ、旧ソ連時代も非常にね、たくさん政治的粛清で殺されてますから、油断できないんだけど、はい、でもまあ、そのアネクドートっていう政治的小話みたいな、ちょっとした笑い話みたいなことが、ロシアの庶民の間では、まあ、嘘話ですね、あったんですが、今、ロシアで流行ってる、ロシアで流行ってるのか、ウクライナで流行ってるのか、そこの出典がよくわかんないんですけども、先週の週刊新潮かなんかに出てた、ロシアのアネクドート、最新小話。これ最新小話聞いて、はい、おぉ、これ面白い、よくできてると思ったやつが一つあるんで、ご紹介させてもらいますけども、はい。ゼレンスキーってのはウクライナの大統領で、まあ、ウクライナの大統領で、もともと芸人、まあ、コメディアン出身で、はい、なった時にはすごい支持率高かったんだけど、まあ、今回の政治的な侵攻、まあ、侵略直前は支持率ガタガタに落ちててですね、20% ぐらいしか支持率なくて、やっぱ元芸人だよな、みたいな。だからこそプーチンは、まあ、いや、甘く見て、元芸人だからこんなもんすぐ逃げ出すだろうと思ったらしいんですね。というゼレンスキーの背景があっての、アネクドートと小話、ロシア版小話です。いいですか？ゼレンスキーは、一回のコメディアンだったが、戦争を通じて偉大な指導者になった。プーチンは偉大な指導者だったが、戦争を通じて一回のコメディアンになった。っていう、まあそんなことを言いながらね、嘘を晴らすしかないっていうのは、ただよくできてんなこれはっていう、まあ伝統的にロシアソ連のアネクドートっていうのはよくできてるわけでありますが、まあこのゼレンスキーは民主的に選ばれた大統領じゃないですか。だから民主的に選ばれた大統領っていうのが、まあ、一部の人たちには通用しないんだろうなと思ったのが、そのニュースの参考目目に共産党の志位委員長が昨日のテレビ番組に出演して、党首高先生、これ一部の、党員の人に、いやもういつまでトップでいるんだよと、で選挙で負けたって誰も責任取らないし、おかしくないかと、共産党もやっぱりトップを公選みんなで選ぶことにしましょうっていうことを公に言ったら、除名されちゃったってんで結構な騒ぎになっておりますが、これに関連して C さんはこう言いました。直接選挙で選ぶと党首に権限が集中する、必ずしも民主的だと思っていない。ということはなんだ、ゼレンスキーもそうだし、アメリカ大統領も韓国の大統領も民主的じゃないってことだ。方式で考えるとね、なんだかな。はい、ズームフラッシュでした。2月27日月曜日、時刻は午後4時を回っています。日本放送から辛坊治郎と増山さやかでお送りしています、ズームそこまで言うか。ご意見いただいております。ありがとうございます。オープニングでね、辛坊さんがスマホで自撮りを撮ると左右が反転すると、そういう話ですね。それをなんとか設定で変えられるのでは、はい、と提案したところ、はいはい、正弘さんです、ツイッターでね、はい、反転するかどうか設定カメラであるぞ、設定のところからカメラ、 あ簡単なんだ、前面カメラを左右反転ってもそのまんまありますね。あということはデフォルトっていうか、もうそのまま買ったやつをそのまま使うと左右反転になってるけれども、それが嫌だと、鏡状態になりたくないと、普通にメインのカメラで撮ったようなのと同じ写真を撮りたいという場合には、設定から前面カメラの左右反転のチェックを外せばいいということですね。そういうことですね。なんだ、簡単じゃん。それからね、もう一つの方法が、はいはい、神奈川県横浜市の柴瀬さん。辛坊さん、反転した写真は編集で簡単に正しく戻せますよ。マジっすか。だから編集でね、反転っていうのがあるんですよ。じゃあ写真撮った時は別に左右反転で、まあ、鏡代わりに使うような設定でもいいけれども、撮った後で、保存するとかどっかに送るとかっていう時に、戻せばいいんだ。そういうことです。なんだ簡単じゃん。すごく簡単に解決
しちゃって本当に皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました、はい、勉強になりました。助かります。日々これ勉強ね。本当ですよ。どんどん賢くなるわこの番組っていうか私たちも知らないことがまた多すぎて、まあ、新さんと一緒にしちゃあれですけど、世間的にはみんな常識だったりなんかして知らねえのはおめえらだけだよすいません、どうも本当に申し訳ないです。すみません、ありがとうございます。さあそれからですね、こんな嬉しいというかなんというか、何ですか、18歳の女性ですね、岡山県の、大事にしたいですね。春から経済学部生さん、春からね、ご苦労様です、大学生おめでとうございます、春から経済学部の大学生です、はい、大学というのは高校生よりも自由度が高く、自主的にいろいろと吸収していかなければダメになると思い、はい、先日生まれて初めて講演会というものに参加してみました、ね、私の講演会じゃないんですね、こう一般論、ね、ですね、うんうん、はいはい、で質問コーナーがあったんですが、講演をされる辛坊さんの立場として、はい、こんな質問であればおやるじゃないかと思われる、または質の高い質問をするコツというものがあれば教えてくださいと。いい質問ですね。俺は池上彰か。本当ですね、いい質問ですね。とりあえず講師によってはどんな質問でもとりあえずいい質問ですねと言ってる間に考えるというね。あ、そういうことはあるのでございますから。ワンクッション、はい、ワンクッション何にしても大切なんです。だから反射的に喋るというのはね、まあこの商売とか我々みたいな商売だと毎回毎回この考えてる時間を作ってるわけにいかないんで、はいはい、まあだからあることないこと口から出ちゃうわけですけども、通常の場合はまあ講演会などの場合は一泊ぐらい置いても大丈夫なんで、講師の人たちも質問が来た時さあどうやって答えようかと思って一瞬置くのの間合いを測るので、いい質問ですねとかいいんですよ、これその時のつなぎの言葉にもなる。いい質問ですので3秒ぐらいは考えられますからね。そうですね、でその18歳の女性の方に、まあ、アドバイスをするならば、はい、質問内容がどうのこうのではなくて、そういう場があったら積極的に手を挙げて質問をするという経験を積み重ねることが人生にとってとっても大切ですから。あ、内容というのは、はい、で質問の内容なんてね、いいも悪いもないですから大丈夫ですから、どんな質問でも素晴らしい質問です、大丈夫です、いい質問ですね、必ず講師はそう言います。なるほど、はい、だからとにかくそういう時に手を上げて人前で喋るという場を作ると、喋るという作業は基本的に場数だというのがこの商売やって、私なんかも基本そう思ってますし、増山さんなんかみたいに会社において指導者の立場だと余計そう思うでしょ、やっぱね、ある程度場をこなさないとこの商売は喋るって何ともならないですよね、そうですね、はい、ですから、とにかく手を挙げて喋るというそういう経験をなさってください。ありがとうございます。ね、ありがとうございます。いい質問ですね。新生活がね、楽しい生活になることをね、願ってます。ありがとうございました。さあ、まだまだ、ニュースに関する疑問、それから辛坊さんの質問、何でも結構ですので、メールで送ってください。ZOOM、zoom@1242.com。ツイッターでもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグ、辛坊治郎ズームでつぶやいてください。本当、頼りにしておりますので、よろしくお願いいたします。で、今日のズームをミュージックリクエストのお題は、河川敷の菜の花を食べた時に聞きたい曲、こちらもお待ちしております。さあこの後は龍谷大学教授の李相哲さんが登場いたします。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、この時間特集するニュースはこちらです。後継者か否か、北朝鮮の金正恩総書記が娘を相次いで登場させる狙いは。北朝鮮メディアが昨日、平壌でニュータウン建設の着工式が25日に行われ、金正恩総書記が娘と共にくわ入れを行ったと報じました。この娘は第2子のジュエ氏だと見られますが、今月8日に行われた朝鮮人民軍の創設から75年の軍事パレードにも姿を見せるなど、存在感が増しています。金正恩総書記が娘を相次いで登場させる狙いは何なのか。この時間は北朝鮮情勢に詳しい龍谷大学教授の李相哲さんにお話を伺います。現在李相哲さん韓国にいらっしゃるのでお電話でのご登場です。え、韓国にいらっしゃるんですか。韓国に、ね、いらっしゃる。韓国とじゃあ今回線がつながってるってことですか。はい、李さんご苦労様です。はい、
よろしくお願いいたします。久しぶりです。いや、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今、韓国ですか？昨晩、ソウル入りしました。はい。昨日の夜、ソウルに入られて、そうです。いつもどのくらいの予定ですか？今回は少し長くてですね、3月4日に帰国します。今回は何が目的ですか？今回ですね、タッポクピアニスト、天才ピアニストがいるんですけれども、はい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 、日本に呼んで、演奏会やります。それで、そのピアニストに会って、曲をどうするかとかね、作業ちょっとして、それで、戻りますけれどね。はい、そのピアニストさんっていうのはあれですか、その、北朝鮮でもう、その、ある程度の腕が認められた方なんですか？もう、北朝鮮では最高峰の平壌音楽大学の教授だった方なんですね。二十歳にして教授になった。二十歳で教授？北朝鮮はね、音楽大学は一つしかないんですよ。そこ のピアニスト養成専門の教授だった方なんですね。天才ですね。天才なんですよ。その方が なんでまた脱北することになったんですか？北朝鮮にいりゃ、その多分芸術エリートみたいな扱いはされたはずですよね。そうです。もう生活も保障されて、エリート中のエリートだったんだけれども、はい、中国にちょっと教えに来てたんですね。でそこで韓国人に誘われてアメリカに行かないかっていうのでね。はいはい。2度ほど接触したのが発覚して、それでもう連れ戻されたらもう収容所行きなので、それで仕方なく韓国に亡命した方なんですね。なるほど。接触が韓国 のグループと接触したのがバレただけでもう収容所送り、許可なしに韓国人に会ったらこれはもう政治的な問題になりますから。なるほどね。クラシックのピアニストさんですか？クラシックですね。もう素晴らしい。彼が今まで日本に来たことはないんですけれども、ソウルの KBS とかに出演して、はい、私がその番組で弾くピアノを聴いてですね、もう涙が出て、それで、この方ぜひもう一回呼びたいと。それはもう公演の日程決まってるんですか？3月15日大阪の中央公会堂。中央公会堂ですか？中央公会堂でやります。へえ。辛坊さん、もしも時間があったら招待状送りますし、ね、ありがとうございます。でも今カレンダー見たら3月15日って水曜日ですね。これ、はい、ね、これ行こうと思うとこれ番組休まなきゃいけないんで、今目の前の増山さんがすごい顔で怒ってますから無理だと思いますけど、残念ですけど、はいはい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。本当に。そうですか。水曜日のこれ開演、手元の資料だと開演が午後6時、会場が5時半、はい、会社が終わって残業がなければ水曜日で間に合いますね。これね。いや、本当にありがとうございます。はいはい、ありがとう。主催李相哲、李相哲テレビ、はい、李さんのあれか、 YouTube のチャンネルが主催になってる。チャンネルが主催します。はい、はい、そうですか。いや、まあご苦労様です。いろんなことやってらっしゃいますね、李さんも。いえいえ、まあ個人的な趣味といえばちょっと言い過ぎかもしれませんが、まあやっぱり応援したいという気持ちがあるんですよね。本当に応援したいし、北朝鮮音楽を、まあ、初めて外国で、ね、クラシックを紹介するという、まあ、そうですね。北朝鮮の音楽レベルがどのくらいかっていうのも分かりますね、これ。そうなんですよ、ね、はい。どうなんですか、この方今脱北すると韓国のパスポートが持てるわけですか？どういう資格で日本にいらっしゃるんですか？もう韓国に入った途端に今の法律では韓国人になりますので。そうなんですか。まあ、もちろん身分は韓国人ですね。ということで言うと、韓国のパスポートを持って日本に来ると。そうです、はい。韓国の音楽家として日本には来ますけれどね。はい、どうなんですか、日本国内に多分北朝鮮のスパイ組織みたいなものもかつてはたくさんあったような感じなんですが、日本来て安全は大丈夫なんですか？そこら辺もちょっと、一応は抑えておいたというか、はい、しかも今回の趣旨がですね、ええ、平和へのメッセージ、まあ、音楽ですから、はいはい、特にこの方は政治的な政治色がある人物でもなく、音楽一本でこれまで歩んできた方ですから、はいはい、
まあ、問題ないんじゃないかというふうに思いますけれどね、まあはい、まあ、この話をそんなにいつまでも続けてもと思うんですが、最後の質問なんですけども、素朴に思うんですけど、今みたいな事情で脱北された韓国に来ると、残ったご家族とかどうされてんですかね。はい、いや、本当に結婚されてですね、子供も一人いたんだけれども、はあ、残して脱北してるんですね。ですから今日もね、まあ、家族を思うときにどんな曲を弾くのかとして、ええ、グランドピアノの前でちょっとそれを聴きながら、はい、今日もうるんときましたけれどね。はい、まあそうですよね、はい、それは、はい、心中はおそらく決して穏やかではないでしょうね。本当にそうだと思います、はい、穏やかではないですね。そうですか。でもとても優しくて素敵な、ええ方です、はい、そうですか、それはもうちょっとぜひ一遍聞いてみたいなと思います。はい、はい、全席自由、一般6,000円、あ、まあ、クラシックのコンサートでね、うん、はい、はい、リーズナブルでいいんじゃないかと思います。はい、はい、ありがとうございます。これ大阪1回だけですか。はい、1回だけです、今回は。はい、そうですか。残念ながら、はい、はい、さて、本題に話を戻すとですね、ちょっとさっきのニュースにもあったんですが、なんか朝鮮労働党中央委員会拡大総会っていうのが、このほど平壌で開かれて、はい、どうやらキム・ジョンウン党書記が司会を務めて、なんか頻繁にこれが行われるのはかなり珍しくて、どうやら北朝鮮の食糧事情がえらいことになってんじゃないのって話があるんですが、どうなんですか。これね、かなり深刻だと思います。今ですね、北朝鮮は、その1990年代300万人近くが餓死したっていう時期とね、はい、ほぼ同じだっていう評価もあるんですね。で、私はね、それが、餓死者がそれほどは出てないかもしれませんが、状況はもっと深刻かもしれないというふうに思ってます。で、その根拠となるのはですね、はい、2つあってね、1つは北朝鮮の土地というのは、はい、もう痩せてですね、肥料がないと穀物が育たないんですよ。ですからもう肥料を輸入しなければならないのに、はい、この2年間は平年の7割も輸入してない、はあ、ね、ですからそれはもう統計見たらすぐ分かるわけですね。3つ輸入まで入れて7割もない、ですから単純計算で穀物は平年の7割以下なんですね、収穫は。はいはいはい。それに加えてですね、その部分は密輸とかですね、中国から入れてきたんだけれども、コロナの影響で2年間ですね、密輸業者が活動できなくって、はい、ほう、余分な食料も北朝鮮に入ってない、なので今切り盛りしてですね、そのエリート層とか軍人たちに廃棄してた部分を少しこう民間に回すようなことをしてるんだけれど、絶対量が不足してますから、これでは賄えないんですね。ですから餓死者が出始めてるということなんですよ。あら、まあ、もう一回、まあ韓国と隣接した計算で餓死者が続出しているということがあったんですが、それを聞いて私はそういったのではなくて、やっぱりなというふうに思う。そこはまあ、その中朝国境からも食料調達できる術がないんですよ。なるほど。だからもう生活は少し豊かな地域でもあるんだけれども、食料が入ってから、だから餓死者が出てるんですね。ケソンって前も国境が今ほど厳しくなる一遍雪解けみたいな時に工業団地みたいなものができてたとこですよね。おっしゃる通りです。その時はですね、韓国企業がおやつで飛んでるそのチョコパイとかがね、はい、非常に手間、結構そのケソンの人はですね、北朝鮮でも有名で、ケソンは良かったんです。その豊かだったはずのケソンですら餓死者が出てるということは相当深刻ってことですね、これは。相当深刻だと思います。だから他の地域にはカメラも記者も入れないので、なかなか評価難しいんですが、ケソンからそのようなニュースが確認されたということは相当深刻でしょうね、気候とか。なるほど。
さあそんな中でもこの間から去年もものすごい数ミサイル打ち上げて、はい、つい最近もアメリカに届くだろうと言われるような大陸間弾道弾も打ち上げてて、はい、何をやってんだこの国はと素朴に思うんですけど金正恩からするとその国の中をちょっと緊張感が漂うような雰囲気を作る必要があるのが一つ、それから彼がこの10年間でやってきた全てが結局は結果を出せてないんですね、ええ、ミサイルと核以外は自慢できるものがない、ええ、それからそれを打ち上げてですね、ええ、今はもう我慢しろということで、それで自分の成果をアピールするにはそれしかできない。それと今米韓当局が厳しい対応をしているのに、ええ、それに軍隊を動員して訓練したりとかするには体力も食料もエネルギーもない、はい、なので唯一できるのはミサイルで我々も強いんだぞというふうに見せるしかないんですよね。だからやたらそれに執着しているというなるほど、なるほど。さあ、そんな中、先ほどの、まあ、ニュースのリード部分にありましたけれども、はい、ここへ来て、女の子ですね、はい、で、ジュエっていうふうに。太った女の子ね。はい。はい、まあそうです。はい、そのキムジュエというふうに一般に報道されてますが、カタカナでジュエって、はい、報道されてるんですが、これ漢字どう当てるか分かってないんですか？ジュエというのは、想像する、ソイツのツーを使ってですね。え、何ですって？愛をえ？じゃないかと思います。イソイツ、金正恩の奥様、イソイツですよね。ああ、リーソルジュさん、ユース雪ですね。イソイツ、ジュか。ソルジュのジュか。雪に主って主人公の主を書いて雪ジュ。はいと書いてソルジュと読む、そのジュの方ですね、はい、ジュエでシュですか、シュイエスキリストのシュですね、そのシュがですね、柱でも同じジュと呼ぶし、はいはい、主人公のシュでも同じジュですが、どっちのシュを使ってるのか北朝鮮は漢字をあんまりので、なるほど、わかりませんが、名前に使う漢字は普通奇変に主人公のシュを使ってジュ、うん、と読むんですね、はい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 、キム・イルソン の、 名前も昔はソン・ズとして成功の成に柱の地を使いました。それでそのオドとヨン・ズと、だからそのツは朝鮮語でよく使う言葉ですけれども、名前にね、はいはい、だからイソイツのチュに愛の愛をつけてジュエじゃないかと思いました。絵は愛ですか。はいですね、なるほどね、はい、ただまあそれは今のところ発表されてないんで、音から想像してそうだろうということなんですね。そうです、今、まあ、確認しようがないんですけれどね。なるほど、推定年齢10歳ぐらいの女の子ということなんですが、このところたびたび写真が世界に報道されますけど、どういう意図でこの写真を出してきてるんですかね、はい、北朝鮮当局は。やっぱり注目する必要はあるんですよね。今日のニュースでも例えば彼女が生産現場にお父さんと一緒に行ったというニュースですよね、ええ、これまではミサイル発射場に彼女が現れた、はい、それから軍事パレード、だからさまざまな場所に現れているということがやっぱり注目されるんですけれども、ええ、ただ私はね、結論から申し上げますと、はい、後継者ではない。ほうほう、ただ金正恩のその発動ゲットと言いますけれども、金正恩一家がこれからも北朝鮮を、まあ、引き継いでいくんだというふうなメッセージが強いんじゃないかと。なるほど、ね、いうふうに思います。それからなんで今急いで彼女を出したかっていう、10歳の小娘をね、それはおそらくその最近のその金与正との写真を比べてみると分かるんですけれども、はいはい、金与正に幻想を抱く幹部たちも結構中にはいると聞いてます。金与正というのは要するに金正恩の、まあ、姉なのか妹なのか。妹ですね。妹ですか。ですから、はい、うん、金正恩の代は金正恩が、まあ、白頭血統を引き継い で、ええ、でその金正恩以外の兄弟などは北朝鮮式でいうと
枝なんですよね、幹の部分じゃなくて、だから切り落とすべき、それで金正恩の次の世代が権力を引き継ぐのに、金与正が目立ちすぎる、金与正に喧騒を持っている幹部もいる、なるほど、だからそんなことはないんだというメッセージが強いと思うのはですね、はい、必ずこの杖が真ん中に登場するときは、ちょっと、まあ、リラックスした写真とか見ると、与正が一番端っこに、ひどいぽっち座ったりしてるんですね。ほう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 。だから、与正を粗末にわざと扱って、なるほど。杖を大事にするような、そういう演出をしてるのを見ると、金与正とかは、後継者とか、もこれからの権力と関係ない。権力を引き継ぐのはあくまで、金一族の次の世代だという。なるほど。ことだと思います。なるほど。わ、はい、かりやすいですね。それにしても、じゃあ、まあ、わからないのが、はい、他に、子供はいるだろうに、なんでこの子ばっかり出してくるんですかね。ねそれも、まあ、先ほどちょっと聞いたら、いい質問ですね。はい、恐縮です。はい、いい質問です。彼女を足すとね、あんまり、リスクないんですよ。本当に後継者だとすればね、ええ、周りが金正恩健康悪いんじゃないかとか、はい、この急いでなんで後継者を決めたんだろうと、その勘ぐったりとかしますよね、はいはいはい、それから内部で権力闘争も起こりやすい、なるほど、しかしその女の子だから、まあ、可愛いというか、次の世代の10歳の女の子じゃ、まあまあ、さか、はい、今のこのタイミングで権力を引き継ぐわけにもいかないし、ええってことですね、そうです、そうです。だから、ええ。次の世代の代表、まあ、しかも金正恩ロイヤルファミリーの一家の、まあ、子供として足したというふうに思えばいいと思います。なるほどね。それで男の子が、ね、いるというのも、これはもうほぼ事実だと私は見てるんですけれどもね、はいはい、韓国国会に国助院が息子がいると報告したのが2017年なんですよ、ですから最近もまだ息子がいるというのは、まあ、ほぼ事実だろうというふうに韓国情報当局も見てるんですよね。ということは多分その最近出てきてる女の子のジュエという女の子よりも年上の男の子がいるということですね。います、います、はい。となるとその男の子を出してくると、確かにおっしゃるように、あ、次こいつ後継者かっていう目線に内外ともなりますよね、はいはい、それは。そうです、そうです、内部でもね。はあ、そうすると、金正恩がどうなってるんだというふうに、はい、なってしまうので、それは絶対しません、なるほどね、はい。いや、その説明、すごく分かりやすいですね。はい、李さん、ありがとうございました。はい、はい。と言ってるうちに時間が来ましたんで、もう一遍、最初にご案内した、コンサートの話を、ちょっと増山さんから、はい、お願いします。はい、3月15日ですね、大阪の中央公会堂で平壌から来たピアニストが送る平和へのメッセージトークコンサートを開催ということですので、ぜひお時間のある方は足を運んでください。李さん、ありがとうございました。ありがとうございました。お忙しい中韓国からどうもありがとうございました。李相哲さんでした。失礼します。はい、2月27日月曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、5時を過ぎましたので、ズームをミュージックリクエストをご紹介してまいります。今日のお題は河川敷の菜の花を食べた時に聞きたい曲です。購入したものではなくね、河川敷の菜の花を食べた時に厳密には菜の花ではなくて西洋からしなというのが大半ですが、うんうん、まあ、基本油中のほぼほぼ同じ植物です、うん、ナッパの花という、はい、若干味は違いますけどね、はい、いろいろいただいてます。秋田県秋田市から52歳しみたるみさん、ありがとうございます。矢野明子さんの春先小紅をリクエストします ね、 いいっすね。春の陽気に誘われている感じがぴったりだなと思いリクエストします。この曲は糸井重里さんが作詞しているそうですと。ほぼ日の人ですね。そうです、ほぼ日の人っていうか、まあ、昔池袋のパルコのコピーライター、ライトとかね。そうです、そうです、はい、懐かしいことをおっしゃいますね、はいはい、60歳神奈川県の増美さんはですね、河川敷の菜の花、菜の花はおひたしにすると美味しいですよね。美味しいです。
おひたし、おひたし、おひさし、お久しぶりね。なんですって。今夜なぎるみ。なんですって。まあ、おひたしぶりね。おひたしぶりね。なんか江戸っ子ですね。おひたし。おひたし、おひた、おひたし。飛行機。ちょっとね、ひとしがね。それから、上年次さん。今日のリクエスト曲は、ダカーポで、野に咲く花のように。ねえ、菜の花畑の中で作品を作る山下清を演じる芦屋雁之助さんを思い出したんだなって書いてます。出したんだな。僕はあの、ね、軍隊のくらいだった大将なんだなっていうね。いう感じのね、はい、そういうのありました。はい、それから神奈川県の64歳、夫はつらいよさん。菜の花を食べた時に聴きたい曲、まあ、河川敷のね。女優の岡田奈々さんがアイドルだった頃のファンクラブの解放のタイトルがズバリ菜の花でした。そうなんですか。ですって、そこで岡田奈々さんの青春の坂道をリクエストします。岡田奈々さん可愛かったですね。はい、あとは私もこれ読んで思い出したんですが、川崎市の白いもみあげさん43歳から渡る世間は鬼ばかりのテーマ曲をお願いします。なぜこれはね、野草を食べるといえば岡本信人さん、岡本信人さんといえば渡る世間は鬼ばかりなので、そのテーマ曲をお願いしますということで、あの岡本信人さんは野草の先生っていうことで野草を召し上がるので、ゲストとして土曜日のズーム時代にお招きしたことあるんですよね。そうですね、思えばあの土曜日時代のこの番組って、結構多彩なゲストの方いらっしゃってましたよ ね。この間言ったようにあの、ま、クロムハウス、あ、それそれ。中村徹さんでもなく、よくわかりましたね。中村徹さんでも風間徹さんでもなく、誰でした？的場浩司さん。それそれ。的場浩司さんが怒りますよ。ちょっと覚えてくださいよ。失礼しました。そうそうそう。はい、ということで、はい、ズームオンミュージックリクエスト、はい、本日は。これなんか懐かしいな。ダカーポ、野に咲く花のように。そちらに行きましたか。はい、わかりました。じゃあエンディングでね、お送りいたします。5時、今日は28分ぐらいになるかと思いますので、お待ちください。さあ、まだまだメールは、zoom@1242.com。ツイッターは、ハッシュタグ、辛坊治郎ズームでご意見を聞かせてください。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するのはこちらです。ガーシー議員が帰国して議場で陳謝へ。去年7月の初当選から一度も国会に出席せず、議場での陳謝の懲罰処分が下された NHK 党のガーシー参議院議員が今日、帰国して本会議に出席し、議場での陳謝に応じる意向を伝えたことが分かりました。今日もし一定時間までにどうするか、だ今日午前11時かな、なんかぐらいまでにどうするかというのを決めないと、はい、伝えないと、次のプロセスに移っちゃうので、そのタイムリミットの10分ぐらい前にNHK 党のじゃないか、ガーシー議員の秘書か、秘書ですね、秘書が参議院の議員運営委員会の委員長に、本会議に出席すると、はい、それで規定に従って陳謝文を朗読すると、これいつかは決まってないんですが、とにかくそういう回答を11時までに、されちゃうと、次のプロセスに進めなくなっちゃうと。で、もともとどういう予定だったかというと、まあこれ今日の11時の午前11時のタイムリミットを過ぎちゃうと、結局懲罰議席して議場で謝れって、だけど議場で謝る気がないということならば、まあおそらく来月上旬には早々にですね、もう一遍懲罰どうするかって話になって、議会本会議で除名ということになると国会議員資格を失うという、おそらくそういう流れなんじゃないのかっていうのが一般的な見方だったんですが、今回日本に帰ってきて議場で陳謝すると、で一旦これそういうふうに表明されるとですね、次のプロセスには進まなくなっちゃうんですよ。そうですよね。で、問題はいつ帰ってくるかなんですが、これまあ帰ってきたとしますわね、はい、帰ってきたとします、議場で今回の懲罰委員会で決められた通り、陳謝文を朗読したとします、はいはい、ね、その後
またアラブ首長国連邦に帰りました、うん、その後も出てきません国会にということになると、うん、陳謝するしないにかかわらずおそらく次の懲罰避けられないんじゃないのっていう感じがするわけですよ、うん、はいはいはい、でそもそもなんでガーシー議員がアラブ首長国連邦に居続けて日本に帰ってこないかというと本人曰くですね、はい、まあ、脅迫罪であるとかそれから名誉毀損だとかいっぱい訴え起こされてると、うん、日本に帰ってくると逮捕される可能性があると、逮捕される可能性があるので日本に帰ってこないと、うん、じゃあ今回陳謝のために帰ってくるということになるとこれ逮捕されるのかというとまあ原則されません。なぜかというと国会議員というのは国会開会中は不逮捕特権というのがこれ決まってます、はい、で国会開会中は逮捕されないんです、なんで国会開会中逮捕されないかというと、まあ、国会で例えばまあ政権与党みたいなところがですね反対派をどんどん、国会開会中に逮捕して刑務所の中にぶち込むと国会での、まあ、賛否、うん、議会の投票に出られなくなりますから、そうするとまあ議会を好きに操ることができるだろうという恐れからですね、国会開会中に関して国会議員というのは不逮捕特権というんですが逮捕されないんです。ただまあ現行犯逮捕の場合とか、例えば参議院議員が参議院の全員のまあ総意というかまあ議決でですね、うん、逮捕してもいいよという意思表示をすると逮捕されますけど、まあそれはないんですよ過去、で基本参議院の議だから検察警察がですね国会議員逮捕される国会議員逮捕っていうのは過去何回もありますが、はい、国会議員逮捕される時には基本的に議会で日本は通年議会じゃありませんから今の通常国会も、まあ、基本ベースは150日だったり、うん、でまあ延長があるかないかともかくとして、はい、夏には必ず国会が終わりますね、うん、延長されても、うん、まあ何回延長されるか知りませんけど、まあ終わります、はい、そうすると次の秋の臨時国会まで間が空きますからその間日本にいると逮捕の可能性がある。ただし国会開会中は逮捕のリスクがないんですよ、うん、だから今回確かに国会開会今国会開会中ですから、はい、国会開会中の今なら日本に帰ってきて国会で証言してあと国会が次通常国会が終わるギリギリぐらいまで日本にいて、うん、国会が閉まっちゃうと逮捕のリスクが生まれますから、うん、国会の閉まる直前ぐらいにアラブ首長国連邦に帰ると、うん、いうことはテクニカル的には可能です、うん、テクニカル的には可能なんだけどもだけどまあ陳謝に来ました陳謝だけしてまた帰りました陳謝に意味がないわけだから、うん、まあとなるとですねこの間からこういう議論があるわけですよ、はい、いやとにかく出てこないんだったら出てこない国会議員に関しては議員歳費、うん、やっぱり何千万円もトータルでかかってますからね、まあ、その議員歳費に関して言うと出てこない人には差し止められるようにしようじゃないかっていう議論も一部にあるんですが、はい多分これね実現する可能性は低いと思います。常識的にはまあそうですよね、うん、出てこないんだから給料払わないよそれっていう話なんだけど仕事してないんですよね。ところがこれがねそう簡単にできないのはですね、うん、憲法49条というのがありまして、うん、憲法49条に何が書いてあるかというと、はい、国会議員議員にはですね国庫から、まあ、国の予算からですね、うん、相当額の歳費を支給する、まあ、受け取る権利があるみたいなことが憲法49条に書いてあるわけですよ、はい、そうすると国会議員であることは間違いないわけで出てこようが出てこまいが、いいですよまさに、まさにいいなん常識的にはいいなんだけど、憲法には国会議員には金払うって書いてあるわけですよ憲法に。そうするとこれもし議員歳費を止めますっていうことを、にした場合に、はい、憲法違反だと言って、うん、本人あるいは周辺から訴えられる可能性もゼロではない。ただしね、まあ、まさにへりくつだと思いますよ、うん、だけどへりくつを重ねるならば逆の方も可能で、この憲法49条には一応ですね法律の定めるところにより、なんとかかんとか議員歳費を支給するって書いてあるわけですよね、で法律の定めるところによりって書いてあるわけだから法律でいや出てこないんだったら出さないよって決めることは法的には可能なはずです。なるほど。だから絶対出さなきゃいけないと書いてあるわけじゃなくて、はいはいはい、法律の定めるところにより払いなさいって言ってるわけだから、はいはいはい、法律でいやまあ一日も出てこないやつには払わなくていいんじゃないみたいな
だけどそこをどのくらい出てこないとってするかっていうテクニカルには結構難しいっちゃ難しいですね。で今後例えば陳謝にやってきました、はい、ついでに1週間ぐらい出ました帰りました、どうすんだよこれって中途半端になっちゃう。まあでもまあね、でもまあ民主主義ですから、ね、基本的に選挙を通じて選ばれた人ですからね。そう言われてしまう、はい、でまあただまあどうするか本人分かりません。そもそも今回タイムリミットが午前11時で、これ過ぎちゃうと時間切れなんで、その10分前にいや来て謝りますっていうのを伝えたという。だけどいつ来るか分かんないし、まあ、来たとしてその後陳謝だけして帰っちゃったんだったら意味がないし、その後国会議員としての正常な我々が期待するような活動をしてくれるのかっていう話、そこが本質なんですが、そこがもしできないということならば、帰ってきて陳謝しても次の懲罰は避けられないかなっていう感じは、まあ、ぶっちゃけします。ね、で、まあ、前にもお話ししましたけど、その時どうなるかというと、このガーシー議員が最終的に本会議で除名ということで、議決されると、国会議員資格を失いますが、この人は NHK 党の比例で当選している人ですから、その人の 議席はですね、時点の、NHK 党の時点に繰り下げ、ただし、まあ、NHK 党のトップが記者会見して、繰り上げするに際しても2位と3位はもう辞退させるからと、そんなことできるのかというと、まあ、NHK 党ぐらいリーダーの力が強いと本人がにお前さ辞退しろよって言ったら、はい辞退しますって言うと多分2位3位がすっ飛ばされて、今のところこのガーシー議員が除名になった、除名を食らった場合には NHK 党で前回のその選挙で立候補した、時点4位で当選した人に議席が回るんじゃないのっていう話なんだけど、はい、まあなんだか有権者としてはとっても切ないっていう か、ね、民主主義のコストというにはあまりに高すぎるようになって、だってそもそも不逮捕特権っていうのは何のためにあるかというと、はい、その要するに性的潰しのために逮捕するようなことはしてはいけないっていうのだけど、ね、今回の趣旨と全く違うっていうか、ね、いやこんなことを想定して国会議員の不逮捕特権、逮捕されない特権が決まってるわけじゃねえのになって、こういう時にそれ使うかっていうのはなんとも有権者としては切ないよね。まあ有権者としては切ないけれども、だからといって今日3時台のニュースにあったように、いや公選みんなで選挙で党のトップを選ぶのは党のトップに権力が集中しすぎるからその制度はどうなんだって、いやそれちょっとなんだかこの国とんでもない議論がまかり通るようなことになってませんかと。大丈夫かこの国の民主主義は、はい、とここまで申し上げると、はい何度も同じ結論になってしまいます、はい、立候補しないよ、まあ、待ってね、そういうことです、はい、以上でございました。ズモンでした。ズモンミュージックリクエストをお送りしたのは上念寺さん、筑前煮太郎さん、恋する下町猫さん、空山ちゃん、アクアフェリオさん、唐揚げは週に3日さん、三橋のマイケルさん、 M カッコカリーさん、三里龍さん、里修さん、種村さん、新州人さん、ゼック東京さん、13人の皆さんのリクエスト。ダカーポ野に咲く花のように今の拍手は何ですか。いやいやもうかまずに全部言えたら ありがとうございます本当に1983年フジテレビ系裸の大将放浪記の主題歌、はいはい、作曲小林亜星さん、はい、時代を感じますね、まあ、いい曲ですけどね、裸の大将放浪記、裸の大将というと、まあ、切り絵張り絵画家、放浪の天才画家山下清を主人公にしたドラマで、芦屋雁之助さん、芦屋雁之助さんは芦屋小雁さんと漫才師をだったってあんま知らないですか。知らなかった。芦屋小雁さんはですね、私が小学校の時の小学校の学習雑誌っていうのがあって、小学校の学習雑誌の可愛らしいモデルの子がいたんですよ、表紙のモデル、小学校の学習雑誌、小学館の学習雑誌の表紙のモデルの子っているじゃないですか。芦屋小雁さんはそのモデルの子と結婚したんですよ。ああ結婚されたね。年が確かね30ぐらい離れてたんじゃなかったかな。私人生で最初に感じた一番でかい衝撃が
芦屋小雁さんと私が愛読していた小学館の学習雑誌の表紙モデルの女の子が結婚し、年の差30歳かなんかで結婚したっていうのが、私の生涯における最も一番最初の巨大衝撃で。まあ、辛抱少年の心だったんです、はい。あれは驚いたなぁ。はともかくとして、その芦屋小雁さんじゃない方ですね。雁之助さん。雁之助出す。待てが雁之助出す。まあ、その雁之助さんですけども。はい、まあ、雁之助さんはいいんです。その話をしようと思ったんじゃないんです。主人公の山下清さんなんです。はいはい、山下清さん、うん。私、小学校の頃に会ったことあるんです。なんでもう私が小学校の時に、ハリエ画家、切り絵画家で、はい、あの、見事な花火の、だいたいまあ黒い紙にですね、色鮮やかな切り絵で、色ね、細かい、それをこう貼り付けて花火の模様を描く、あの、山下清さんの展覧会が、地元の農協であったんです。農協で地元の農協、まあそういう時代ですね。地元の農協で、山下清さんの展示会があるっていうんで、私小学生だったんですけども、その農協の隣の隣ぐらいに私住んでたんですよ。その農協の隣の隣に住んでたんで、うん、山下清さんの展覧会があるっていうんで、あの有名な山下清っていう、はい、まあ、そのぐらいの知識は小学生でしたが、うん、あったんですね。それで、まあ、無料ですよ。まあ、展覧会というよりもね、多分販売会みたいなイベントだったと思うんですが、そこにフラフラっと入っていって、ふっと見たら、入り口の横に、座ってたんですね。ご本人が。ああ、山下清。私が人生で初めて会った有名人が山下清なんです。そうなんですか、はい、まあ。私が人生で会った二人目の有名人は、はい、金田一耕助役を八つ墓村とかでやっていた古谷一行さんという方が、それ私大学生になってからなんですが、私が大学時代に、うちの兄貴が7つ離れていて、7つ離れたうちの兄貴は、私が大学入った時にはもう社会人で就職してたんですね。で、その社会人になっていたうちの兄貴がある日ですね、クリスマスだから、お前行ったことがない銀座のクラブというところに連れて行ってやるって言ってですね、うちの兄貴に連れられて銀座のクラブというところに行ってみたら、その銀座のクラブで見たことある人いるよなと思ったら、それが全盛期金田一耕助役の大ヒット中の古谷一行さん。へえ、そういうところでお会いしたんだ。はい、人生で二人目に会った有名人。一人目山下清、二人目古谷一行。この話を私にさせるとあと5時間喋りますが、もういいですよね。時間がなくなってまいりました、はい、すいません。この後の日本放送は小島夏子さんのお帰りなさいをお送りします。で、明日の朝6時から飯田さん今お休みなので、新庄一華さん OK 工人アップ、コメンテーターは地政学戦略学者の奥山正史さんです。明日午後3時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うか、ゲストは IT ジャーナリストの三上洋さんを迎えいたします。闇バイト横行で警視庁がネットの有害投稿の監視を強化などのニュースにズームしていきます。マイナポイントで2万ポイントかくれるやつは明日までが申請期限ということになっておりますから、あと1日ちょっとですから、皆さん忘れずにみたいな。ここまでは辛坊治郎と増山さやかでした。また明日。